ヤッホーポスです。皆さん、こんにちは。本日はですね、奈良県にある有名なスポット、竜王ヶ淵っていうところにね、やってまいりました。で、何が有名かっていうと、もうね、早速ちょっとお見せしたいと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。これ今ね、めちゃくちゃ綺麗に、こう山の木々がね、この池に反射してるのが、わかりますかね、これ。で、この竜王ヶ淵はですね、このね、リフレクションでね、めちゃくちゃ有名なスポットでございます。ということで本日はここで写真を撮っていきたいと思います。え？え？雨降ってきてんけど。やば。うわ、マジか。今ビデオで映してた綺麗なリフレクションが雨粒のせいでなくなっております。めっちゃ強なってきた。めっちゃ強なってきてんけども、全然取れない。だいぶ土砂降りになってまいりました。あちらでは鳥さんが2匹イチャついております。で、まあ雨なんでね、先にどんな場所かっていうのをね、一通りお見せしたいと思います。あそこにね、車が止まってるんですけど、あれ僕の車で、駐車場がだいたい8台分ぐらい止めるスペースがあります。で、駐車場からね、ここから歩いてきて、ここもうなんかその展望スペースみたいなところがあってですね。で、ここからね、もういい感じのリフレクション写真が撮れるっていう感じです。でもですね、今、ここを手前にね、この木々じゃないや。手前にこの今草があるじゃないですか。この草があるせいでちょっとね、画角を上に上げないとうまくリフレクション写真はね、撮れないんじゃないかなと思います。で、こっちも道があるんですよ。こう木でできたね、道があるんですけど、で、ここさっきね、僕、行こうとしたんですよ。行こうとしたらですね、信じられない量の蜘蛛のストラップがあってですね、当店前には進めませんでした。まあ、ここからじゃそれは見えないんですけど、歩き出すとね、びっくりするぐらい蜘蛛の巣があって、本当にね、向こうの方に行けませんでした。雨が収まる気がないみたいなので、もうちょっと散歩したいと思います。行きたくないんですけど、こっちの方に行くとですね、なんか神社があるみたいなんですよ。神社があって、そこからのね、景色も結構綺麗らしいんですよね。カメラで今こんな風に映ってますけど、結構今実際歩いてみたら暗くてビビってます。怖っ。てか僕ね、普段というかずっと今まで基本的にあいつと友達と写真をね、撮ってきたので、一人でほとんど撮影に行ったことがないんですよ。特に夜とか。僕本当にね、星とか、ああいう写真を撮るときって真っ暗な場所に行くじゃないですか。だから本当そういうところ一人で行ける人、本当にね、すごいなって僕思いますね。マジで怖い。いや、朝でもね、ちょっとビビってるのに、夜とかね、本当にね、一人で行く人、本当尊敬しますね。あ、雨止んだ。神社の方来たら雨止んだんですけど。はい、ということでですね、また綺麗にリフレクションが見えるようになってきたので、今日はここから写真撮影をしていきたいと思います。で、設定はですね、今日は絞り優先オートで撮影します。で、絞り優先オートで露出補正をね、今-0.7にしてます。で、F 値は4に設定して、で、ISO を、まあ、手ぶれがしないぐらいのシャッタースピードになるくらいに設定しながら、これでね、撮っていきたいと思います。で、三脚をね、使って撮ってもいいんですけど、なんで三脚をあえて使わないかっていうと、今日はですね、リフレクション写真をね、メインで写したいんですよ。リフレクション写真。若干ね、これでもね、水面は揺れてるんですよ。完全に止まってればいいんですけど、若干水面がね、揺れているということで、シャッタースピードをね、長くしてしまったら、そのリフレクションの部分が若干のっぺりしてしまうので、今日はですね、普通に手持ちで、まあ、ぶれないぐらいのシャッタースピードで撮っていこうと思います。完全にね、無風で、もう、完璧なリフレクションの状態だったら、三脚をね、使ってもいいかなと思います。で、まあ、そんな感じで、じゃあ、早速ね、撮っていきましょう。
はい、こんな感じでね、こっち側、神社側ね、これ今後ろ神社です。神社側からのね、写真は一通り撮り終えたので、またね、さっきの最初の展望台の方に戻ってメインのリフレクションをね、撮っていきたいと思います。本当にね、さっきからいきなりね、池でね、鯉がね、ジャンプしたりだとか、もうカエルがわめき散らかしたりとか、もう鳥がイチャついたりとか、本当にね、自然に本当驚かされてばっかりなんですけど、見てください、また綺麗なリフレクションが復活しております。ということで、じゃあこの展望台からね、リフレクション写真を撮っていきたいと。おお、ぶね、怖っ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 、なんか飛んどる、なんか飛んどるんやけど、なんか飛んどる。じゃあここからね、向こうのリフレクションを撮っていきたいと思います。で、普通のね、高さから撮ったらこんな風に下の草下のね、草たちが、邪魔になってしまうので、若干ね、こう、カメラを上に持ち上げて、ハイアングルから撮影したいと思います。いや、ほんとですね、絶妙な位置に下の草が入ってくるんですけど。感じです。でですね、僕は基本的にリフレクション写真を撮るときにはですね、こう真ん中で二分割構図に、ね、するように意識をしています。基本的に多分それが一番なんていうか、パッと見の写真で綺麗に見えると思うんで、もちろん、ね、それだけにとらわれちゃダメなんですけど、基本的にね、リフレクション写真を撮るときはこう二分割構図でね、こう上下とか左右とかをね、均等にすればいい感じに綺麗な写真をね、撮ることができるかなと思います。ぜひリフレクション写真で構図に迷ったときは二分割構図をね、してみてください。はい、ということでですね、本日は奈良県の竜王ヶ淵っていうね、めちゃくちゃ綺麗なリフレクション写真が撮れるところにやってきたんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、ここはですね、基本的に風がない日だったら年中ね、綺麗な写真が撮れる場所だと思うので、ぜひね、タイミングをね、見計らって行ってみてください。はい、ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。少しでも良かったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。おえ。もうごちゃ虫多いけんね、ほんまに。もうマジヤバっぺさ。